田町からご紹介いただきました金沢でございます、定年退職、記念講演会という催しを、企画していただきまして本当にどうもありがとうございます、それだけの期待に応えられるかどうか分かりませんが、京都大学で過ごした34年の記憶をたどりながら、いろいろとお話をさせていただきたいと思っております。その中で特に大型計算機センターの場合はセンター長というのが非常に重責になっておられますので、いろいろなエピソードの時にお名前が出てきてしまうかもしれませんが、その辺ご容赦をお願いいたしたいと思います、私が大したこともできませんでしたので、いろんな総長をはじめセンター長、いろいろな目上の方からいろいろご教示いただいたことを皆様に伝えるのが私の役目だと思っておりますので、できるだけそういうことを中心にお話を進めていきたいと思っております。こういうパーティーの時の講演会の時に必ず顔写真を入れるというのは文化であるそうでして、高校ぐらいの時の出さないといけないんでしょうか、これは10年ほど前の写真だと思います。そこを1枚でご容赦いただきたい。先ほどご案内、いただきましたように、職歴としましては47年4月1日にセンターに採用されまして、あと3日ほどで、定年退職になるということで、本当に、一本道ずっと来たような、職歴になっておりますが、これからは私がお話ししますように、いろいろな先生方にご指導いただいて、非常に有意義であったということをお話しいたしさせていただきたいと思っております。まずなぜ京大生になったかというのは、まあ、私は神戸出身ですので、一番近くのいい大学ということになって京大を選びましたが、なぜ数理工学を選んだかというと、工学部を選んだんですが、今までのものとは違うものということを考えまして、物理学だとか数学とかそういう言葉が出てくる、それから学科案内の中に実際計算機、今日来られている若い方はデジタル計算機って何だろうと思うんですが、昔計算機といったらアナログの計算機のことを言って、デジタル計算機の時はわざわざデジタル計算機と言わないと通用しない時代にありました。そのデジタル計算機だとか、自動制御とかいうような、学科案内の中の言葉に、新しい匂いを感じまして、数理工学科に、受験したということであります。失礼。そこでできるだけすっ飛んで、なぜ計算機に興味を持ったかという3回生の時に、数理工学の実習用のマシンはネアクの2101というマシンでした。固定小数点16進8桁30リビット、のワードマシンでして、主記憶は磁気ドラムで 4K ワード、16K バイトで、だけど命令を早く実行させるために高速記憶、命令キャッシュというのがあって、キャッシュ上というかディスクの4箇所に同じところを書いてアクセスタイムを4分の1にするというようなことでした。でその時の16進の表示が今と全然違いまして、0から9までは一緒なんですが、今はもうここから ABCDEF とやるんですが、アットマークシャープそれで ABCなるような、具合になっておりました。
で、プログラミング言語は、機械語ということで、非常に生の計算機が渡るマシンでした。で、まあ命令大したことない計算機だと思ってたんですが、今から見ると、ほとんどの演算がきちっと回路を含まれていたということで、まあまあすごいマシンだったのかなということで、今更ながらびっくりしております。で、実習問題は、シンプソンによる多項式の積分が当たりまして、で、機械語であるにもかかわらずミスなくで、なく一体で結果を見るとちゃんと正解が出てきたんで、大体この実習で皆さん計算機が嫌になるそうなんですが、私は嫌にはならなかった、だけど好きにはなれるもんじゃないなという印象を持っておりました。それで3回生から4回生になりますと講座配属ということで、いろいろ迷った点もあるんですが、萩原県に、計算機工学講座というところに入りました。で、4回生が7人、M2 も7人という大所帯のところに入ったんですが、最初入った時は、卒論のテーマはチョムスキーの提唱したジェネレーティブグラマーだったんです。だからこれ長尾先生とか言ってたら、このままのテーマで多分続いてたんだろうなと思うんですが、卒論は言語の構造についてということでした。で、この時期にちょうど直前に、卒業する直前に兄弟紛争が起きまして、逆封鎖というのをやりまして、それも経験しました。おかげで時計台での卒業式はなくて、何かしら間に卒業してたということです。で、大学紛争の産物としましては、京都大学はやっぱりすごいな、入学した時にすごいなと思ったのは、授業時間が、2時間授業が110分、1工事が110分ということで、毎日8時10分から夕方の5時まで授業がありました。それが90分授業に、今の90分授業になってしまったということです。で、8時45分から10時15分までというのは8時45分始まりになってしまった。で、ただしその頃からか分かりませんが、5次元まで、6時までやるようになった。まあ、これぐらいしか今から考えると大学紛争の産物というのはなかったんじゃないかな。だけどその当時はいろいろ議論をし、大学の将来はどうだこうだとかいうことを、学生はどの人も考えておりました。で、その頃はちょうど1968年、43年12月に大型計算機センターができて、最初のパンフレットができている。これパンフレットの表紙です。で、大学に入ってから、やっぱり言語はあんまりやりたくないと思って、萩原先生にテーマを変えたいんですがということを言いますと、ちょうど先ほどの大型計算機センターが動き始めた頃ですので、大型計算機システムの性能測定と評価をやったらどうだと言われました。で、センターに当時助手でおられました北川先生に教えていただくということになりました。北川先生は数理工学の一生ですよね。ですので、数理工学の中の研究室も含めて先輩ということになるわけです。で、計算機のことをやろうとしますと、まあ、それまであまりいろんな、論文もありませんし、教科書的なものもありませんので、とにかく計算機を見るということしかありませんでした。で、計算機を使ってこういう性能測定とか、ちょっとこの新しいのになれないんです、性能測定と評価をするためにいろんなプログラムを作らなきゃならないんですが、
当時計算機は非常に混んでましたので、開発計画ということでやっておりました、仕事でしたので、開発計画はそういう仕事を円滑にするために計算機室の中に入ってもいいと、ある特定の容疑なんですが、そういう恩恵がありました。そういうところですごい先生方が一生懸命やっているのを、横目で見ながら、一生懸命幼稚なプログラムを作りながら、研究を進めておりましたが、その時に今でも印象に残っているのが、三宅一郎先生が SPSS だとか BMT を書き換えをされていた、林常俊先生が、京リスクかな、京都リスクかというのを作っておられた。で、少し最初からおられなかったと思うんですが、今日来ておられる橋本先生が、この計算機室で入っておられて、一生懸命なんか情報を流しておられたという印象があります。でシミュレーションを、作っていくということで、性能評価のためにシミュレーションを作っていくということになっているんですが、とにかく動き方がわからないので、システムの動作の解析、 CPU メモリーの使用だとか、スケジューラーの使用だとか、ディスクの使用、ディスクも制御用と一般用と分かれておりますので、それぞれこういう動作を、調べなきゃならない。そういうためにはアカウント情報と、多重度1でいわゆるマルチプログラミングになります。どこでマッチが起きているのかということが問題になってきますので、マッチがない場合の動作を知るということで、多重度1での走行データというものを取ったりしました。で、こういうものを処理するプログラムを組もうとしたのが高級言語の入り口でした。で、最初はコボルをでっかいいいんじゃないかということで、コボルを勉強したんで仕掛けたんですが、マシンランゲージに慣れている人間がコボルを見たらもう信じられないようなことばっかりで、もうこれはどうしようもないということで、それよりは少し機械語に近いポートランというものに、変更すると、ポートランでプログラムを作るというふうになりました。その時、まあ、周りでも非常にフォートランを組んでいる方が多かったので、聞きなり尋ねやすいということもあります。でフォートランを少し勉強したんですが、まともにマニュアルなんて読むもんじゃないと思っておりますので、いきなりほとんどプログラムを組んでいって、フォートランの機能なんていうのは全然知らなかった。どんな失敗をしたかというと、言語に対する知識は全然なかったので、繰り返し計算するというのは、機械語でやるときはインデックスを1プラスして、あるいは4バイト分プラスしてぐる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 回す、自分で出してもう限界がどうかを判定してまたもう一度元へ戻るということをしなければなりませんので、そういうことを一生懸命してた。で、ある時人のプログラムというと Do Loop っていうので書いてあって、 すごく簡単に書いてあるんで、そんなバカなと思って、少しは、まあ、勉強に、勉強というか、フォートランの文法書を読んでみたというのが、印象に残っています。だけどプログラムを作る時にプログラム作成に関してはいい加減な状態で入っては、まあ、バグだらけで泥沼に入っとると分かっていたので、十分こう細かなフローチャートを書いてからコーディングする、あるいはさらにフローチャートで書くのは、アルゴリズムだけですので、もう一つ大事なのは変数の、位置ですね。変数をどういう名前のラベルのものをどういう変数に使っている、あるいはどういう配列に使っているというのをきちっと書いてプログラムするといいということだけ暗黙的というか経験的に分かってましたので、そこだけは気をつけて結構大きなプログラムを作りました。
で、修士論文の題目はコンピュータシステムのパフォーマンスの評価についてということで、一章が、評価の展望といういろんな方法があって評価できますよ、どういうことですよということになって、記述して、第2章でこのシミュレーションを実際に作って評価をしてみましたということでした。その収容した年が昭和46年の3月で、数理工学の専攻が終始18人収容しました。その時の修士の発表会の紙が出てきまして、中を見ると9人ドクターがいてたという、なんでこんなにたくさんいたんだろうというような、学年でした。まだ、どうでしょうか、大阪の万博も行われる前でしたので、日本としてはまだ貧乏な時代だったのによく、まあ、ドクターまで行く余裕があったな、私もよくあったなというか、なぜだ行ったんだろうと今更ながらに思っております。で、その中身なんですが、こんなん言ってももう、面白くありませんので、この辺はすっ飛ばします。まあ、しかしながら、一つだけ、シミュレーションの構造として、シミュレーション実際にシミュレーションするプログラムと、そのパラメーターを決定するプログラムと、収束判定とかシミュレーションを終わらすような機能を持ったモニタリングのモニターしているプログラムと、その3つに分けて、シミュレーターを構成するべきだということを述べて、その通り一遍やってみて、やってみましたというのが、まあ、この修論の、メインになってるんじゃないかなと思います。これで20分にしちゃいましたので、少し早めて説明させていただきます。大型計算機センターに採用されたのは47年2月頃、指導教官からセンターの受診ならないかというので急に行くことになりました。先ほど見ましたように、ドクターに行くことに何か意義を持ってたというよりも、なんとなく勉強を続けたかったということだけですので、勉強しながらお金をもらえるというのは非常にありがたいことなので、そのまま行きました。で、ちょうどこの頃は情報工学科ができた年でして、できた年かその翌年でして、47年の4月1日に私は大型計算機センターに行ったんですが、その連休の頃に萩原健は今の10号館の情報学研究科の事務室のある建物に移ったということになっております。で、まず最初にやりましたのがセンターでの初仕事が、確か星野先生に言われて、ファクマRというのでリスティングのプログラムがあるんだけれど、それをちゃんと、ユーザーが使えるように説明書を書けるということだったと思います。それでこういう紙テーププログラムを読み込ますための操作が一番ややこしいので、ここのところに紙テープがあって、ここの押さえ金具をきちっと押さえなさいとか、このランプのカバーが抜けると触ったら熱いから気をつけろとか、実際にやってみて困ったことを書くようにしました。で、これは多分小さい時に皆さんご存知だと思うんですが、絵や図がついたの原稿を、パラデーのろうそくの科学というのがあったと思うんですが、あれを見た経験というか、あれに感化されてこういう風になったんじゃないかなと思っております。で、その他に、こういう間違えやすい操作だとか忘れやすい操作というのをちょっとこれ汚いですが、勉強して、
そしてその次にこんだけ注意しなければならないというのは無理な話になっているので後に発展して、KOSR という名前につけたローダーを的なものを、作って、このローダーを動かすだけで、プログラムを選択するコマンドを聞いてくるのでこの4つの中から選択するということになります。そういうローダー的なものを作りました。でこのためにはパコム R の勉強をしまして、アセンブラーでやりまして、パコム R というのはバイトマシーンで命令コードが8ビット、アドレスコードが8ビットという恐ろしいマシーンでした。なんとか工夫しないと2ごろの境界から外へ出れない。もう今なんて2ギガとか、何ギガ、何テラとかいう、空間が勝手にじゃないですが、自由に取れるという時代とはもう全然違って非常に勉強になりました。そういうアセンブラー、システムモードとユーザーモードの2種類あるというようなこともいろいろ勉強できたと思っております。まあ、この辺でだんだん計算機が好きになるというか、計算機の虜になっていたということであります。で一方、大型センターはちょうど、1969年、44年にできたものですから、この頃になるとくると4年ほど経っていますので、だんだんセンターが独り立ちしなきゃならないということになってきました。でセンターの候補なんですが、センターの10年史に坂口先生が書いておられるんですが、今まではシステムの利用法の解説を書いていた。だけどこれからは利用者の成果の公開も、センター広報でやっていかなければならないというようなことを書いておられます。その通りでして、センターにとって広報というのは唯一ユーザーに対して、伝達できる手段であったこの時代はあったわけです。その重責を助手で入って1年半ぐらいの人間に任とやれる言われた勇気のあるセンター長がおられました。おかげでニュースだとか広報、利用の手引き、そういうものを一手に引き受ける委員長になったわけなんですが、飯田先生や、都市資料室の川北さんはこの辺編集をやっていただいたんですが、この辺の先生方に、まあ、その他の先生方にも原稿を書くなどして教えていただいたんですが、非常に助けていただいて、なんとか、委員長を務めることができたと思っております。でこの時に一生懸命頑張っておられた、飯田先生は、すごい数式の間違ってるのを、投稿した人もわからないような間違いをきちっと見つけて、投稿者に言った。投稿者の方がありがとうございましたという返事をされたというのを私は横で見ました。でそういうおかげか学協会へ投稿した方がいいような論文までも論文や解説までもこの候補に投稿されるようになりました。で私もそれに釣られて、候補へは結構たくさん書きました。でバッカス入門 M67 の概要OS4S、これ IBM コンパクトの OS の話です。で、TSS の勧めと DSS の勧め、プリンタープロッターの使い方、中身がちょっとこれじゃ分かりませんが、新プログラミングノートでいろいろ気をつけるべきことを8回にわたって連載したなど、66も書きました。で、議官や、他の教官との連名もあって、結構センターの広報も充実するのに少しは貢献できたと思っているんですが、やはりこういう時に書くのは苦しいことは誰も教えてくれないので、自分で全部試してうまくいくかいかないかちゃんと確認してからでないと、
字が書けない。たまにはバグまで見つけちゃう、システムのバグを見つけちゃう、いうようなことがありました。でこの時期でエピソードがあります。エピソードを紹介する前に、今日皆さんのお帰りの時に CD を1枚お渡しします。今パワーポイントで説明しますおりますものの生の文章みたいなものをといろんな資料を、その中に焼き付けてありますので、もしご興味があれば、お帰りになってからでも十分中身まで見ていただければいいと思いますが、何も慌てて作りましたので、必要以上にリンクが貼られてたりしますので、少しお見苦しい点があります。それをご了承して、ご了承の上見ていただきたいと思います。で これも入っておりまして、これは多分私ぐらいが今語れるんじゃないかなと思いますが、大型センターの作る時の会社の話でして、昭和41年1月に、東大のセンターができました。みんながもう東大行けというふうに言ったようにしか思いませんが、各大学にせめて中帝大に欲しい、京大は絶対に欲しいということで、42年の12月に、解散要求を出されて非常にプッシュされました。で本省へ説明するために東京へ出張して、ただ単に出張じゃなくて何人かが東京で泊まり込みで、いつ何時大蔵省からの補足説明を求められるかもしれないということで、東京泊まり込みにされたんですが、ずっとそのまま残っているとみんなのお金がなくなっていくということで、一人の先生を残して京都へ一旦戻ることになる。どの先生の財布も中も、貧しくなっていただくので、自分の帰りの運賃だけ買って運賃を買って残った金はその先生に全部渡したというか貸したという形で、なんとか切り抜けたという話を聞きました。やっぱり利用のためにいちいち東京まで行かなきゃならないというのは本当に大変なことなんだということを、体感しておられたので、こういう熱意が出たんじゃないかなと思っています。まあ、こういうことでできたセンターですので、ぜひ今後とも、今は学術情報メディアセンターになってますが、利用者の研究者のことを考えて、末永く発展するようにご協力いただけたら非常にありがたいと思います。まず話を戻りまして、制御プログラムへの挑戦ということで、OS の勉強をするには本を読んだらいいんですが、それとはしっくりこない。でそこでどうしたのかというと、前島氏とかと同じで、現実をとにかく眺める。前島氏とかという人は、郵便切手の1円の顔写真のあの人でして、郵便制度を他にもたくさんありますが、郵便制度を確立した人です。その人が分からなくて、イギリスへ留学したときにロンドンの、郵便局に朝から晩まで行って、物の流れをじっと見てて、こういうふうにしたらいいかということで帰ってきて、日本の郵政制度を作ったと言われております。まあ、それと同じように、とにかく見ることが先だということ、SE の作業、システム編集だとか、バグの修正、それからセンタールーチンというものも、一生懸命、修正をしたり変更したりしていました。それをいつも横からずっと眺めて、横から眺めてと言いましても、作業をしているとき必ずラインプリンターで出力しますので、そのラインプリンター出力を横から眺めてた。その時にちょうど OS の変更が
大きな変更があって M5 というものから M6、7系というところへ全然違うものに変わるということでしたので、これを機会にセンターでセンタールーティンをやろうと。そうするといろんな運用を行うときにキーとなる技術、キーとなる事柄をきちんとセンターが自信を持って決められるだろう、できるかどうかをいちいち企業の人に聞いてたでは思い切ったことができないというのが私の考えです。で、固有の運用をするためにはどういうことかといいますと、現実的に、後から考えてあったものは、マルチカードリーダーによるオープン入力、プレスタグ、それまでカードを受け付け渡す、あるいはカードを、カードケースを持ってカードリーダーの後ろに並ぶというようなことをするわけなんですが、それをしないようにしよう、キューをなくすようにしようとすると、全部とにかくカードを読まなきゃならない、そういう機能を新しくつけなきゃならない、プレスタックと我々は呼んだんですが、そういう機能をつけなきゃならない。それからデマンド出力、実行が終われば直ちに打ち出すんじゃなくて、利用者が来て自分の情報を出してくれ、出力結果を出してくれと言われてから出す。そのためには自動で、仕分け情報だとか会計情報、あるいは、一つ一つ区切りのところでカッターで持って切って別々の、シートにする、一くるみのものにするといったようなことをしなければなりません。そういうその他もあるんですが、こういう大学という環境にある計算機センターで省力化、省エネ化をするための新しい機能というのは独自で導入しなければなりません。その頃にアメリカへ行きますと、そういう設備は全然なくて、黒人の人が安い給料でラインプリンターの紙を仕分けしてカードを預かる、そういうのは日本の中ではできないということで、こういう OS にこういう機能を持たせようと考えたわけです。で、これが昔懐かしい胴体にしているプリンターから打ち出されたものが、このベルトコンベヤーで上がってきて、ここからストンと行ってぐるぐるっと回る、回り続けてるうちに取りに来ない人のものはしょうがないから、この人の棚に置いてる、こういう昔懐かしい写真であるんですね。で、センタールーティンの設計からデバッグまで、センタールーティンを作るときにどう考えたかというと、プログラムの仕様を考えるんじゃなくて、まず制御表のデータ、みんなで扱うデータを、データの構成および内容をきちっと決めよう。で、それは誰が初期設定をして、誰が参照のみで、あるいは誰が参照と更新をやるかということをきちっと定義して、それから何をやるかを考えようというわけで、こういう形で始めました。で、センタールーチンといえども、制御プログラムの一種ですので、実際に走らせてバグを出し、おかしい障害を出して直すということではダメなんで、非常デバッグを一生懸命やりました。何人かの技官の人たちにコーディングをお願いしたんですが、それを確かできた時には、できたと彼らが言った時には徹夜で全ての技術を見て、かなり真っ赤にして修正を指示して返したのを覚えております。で、こういったデバッグをやるのは午後8時以降のシステムをデバッグ用に、すなわち実際に処理されているユーザーのジョブを止めてしまって、計算機を丸々作
占有状態にしてデバッグしなければなりません。その時制御表を探しやすくするために制御表には例えば GQE の300番とかいうような番号があったんですが、それではとてもじゃないけど分かりにくいので、あの特定の号のところに66666というふうに6を並べてとりあえず入れておくというようなことをすると分かりやすいとか、チェックをしてどうもついつまが合わなくなったらジャンプアスターというのは自分の番地に飛ぶということですからループをしてしまう。ロードゼロというのはゼロ番地は絶対に、領域侵害ですから領域侵害でその止めてしまうというようなことを、とにかくいろんな工夫をすることを、教わりました。この頃のシステムはなかなか倒してくれないので、バグが見つかってもなかなか治りにくいという場合にはこういう昔の手法をぜひ考えてみていただきたいと思います。その時に役に立ったのが、過去の2390の命令手帳というもので命令コード表があって、バイナリーで、この場合は発信なんですが発信数で見て命令がどういうものであるかというようなことが分かる、SEC 用の手帳をもらって、実際にやっておりました。その時に思ったのが、スーパーバイザーコールというのはスーパーバイザーコールという命令があるんだと思ってたんですが、まだ現実にはそうかもしれないんですが、2360の時はノップというようなことで、そういう5000だったと思うんですが、そういうコードを書くと、いいんだ、スーパーバイザーが呼び出されるんだということだったんですが、よくよく考えるとこれは命令レガー侵害で、その命令レガー侵害例外を処理する部分が50だったノップだと、ちゃんとこれはスーパーバイザーコールのことなんだというふうに解釈して、そのアドレス部の値によってどういうスーパーバイザーコールの種類だということを判断して適切な処置を行う。というふうに考えれば、十分ついつまが合うということを実感しました。このことから私のホームページの研究の心構えの部分に、まず研究対象をよくよく見つめることで、自分で確かめること、他人の言ったことを鵜呑みにしないことというのが書いてあるのが、今まで言ってきた、経験からこういうことを書くようになりました。その後のセンタールーチンは、M67 から OS4A4 に引き継がれて、途中まで私が52年頃までやってたんですが、それ以降、芦田係長にシステム管理係長に譲ったと思っております。でこういうのは議会への引き継ぎを行って継続的な仕事として、なされてきたということに、やはり大学にとって必要な計算機センターになるための一つの条件ではないかと思っております。その次にコンピューターネットワークの話をしますが、これは何種類かあります。最初の頃は TSS 端末の高速化という、昭和46年の最初の頃は 50V のテレックス端末でガシャ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 っていうすごい音がするものです。52年3月にそのガシャガシャガシャと正反対なサイレント700という感熱式のほとんど音のしない端末がアメリカから、輸入され始めました。でこれが 300bps ですから1秒間で30時1時間、1秒間でほぼ1秒出るというものでして、電話回線で使えるようにしたんですが、とてもじゃないけれど20本20本学内用20本 NTT 用20本にしたんですが、とてもじゃないけどすぐパンクしちゃいました。で53年の12月に専用の電話交換機を、購入して、
つなぐようにしたんですが、これは俗称青電話と呼ばれているものです。その次に、だんだん計算機の利用も、会話型でプログラムを作成修正しバッチジョブを依頼するようになってきましたので、より高速なものということになってきまして、昭和57年3月にはポートセレクターという 4800bps のものが、これも電話、専用の交換機ですので、交換機の部屋に入れてもらってサービスを始めました。それでも足らなくなってきて、もっと早いものということで、昭和60年3月に専用デジタル交換を設置して、DAU という、デジタルモデムというようなもので 4800bps や 9600bps が使えるようになって、これで一応、文字情報だけではなくて、画像って言いたいんですが、そこまではちょっと無理でグラフ図形を扱うようなことができる。こういう時の典型的なのがソニーのテクトロニクスというものでしたと思っております。そういう回線の高速化ということの他にもう一つは N1 のネットワークです。これは今までのものがセンターが必要に迫られて、あるいは必要だと思って作っていったものなんですが、これはちょっと事情が違いまして、科学研究機によるプロジェクトで始まりました。48年から50年はこういった医療情報の公式処理という中で、大型計算機センター間コンピューターネットワークの構成に関する研究という開発班の中に入れてもらいました。京大は坂井先生が、トップで、東大は、猪瀬先生がで、それをで N1 のネットワークを構築していこうということになったんですが、50年でできるわけはありませんので、その51年から53年は、こういう台で続けられました。それからほぼ使えるんじゃないかということで、54年と55年は試験研究で認めてもらって行っていきました。で、この N1 ネットワークの時は、東大、京大、日立、富士通が一度に関してプロトコルを定める、この場合に多分 NTT が入っていたと思います。まず一番最初に困った時は、同じネットワークのことをやっているのに全然用語が違う。また違うのはいいんですが、同じ言葉で違う意味で使われるというのが一番困りました。でさらにそれが、できるだけ大型計算センター全部にインプリメントされるようにしようということで、東北大学の野口先生に加わっていただいて、それとともに NEC が加わりました。当然のことながら、当時東北大の大型計算センターにおられた坂田先生もメンバーに入られました。この場合は用語の違いだけじゃなくて、ネットワークに対する考え方の違いが全然すごかった。ちょっと語弊があるかもしれませんが、日立富士通のメンバーは割合計算機的である。ところが NEC の人は通信やメイン、通信とコンピューターとやっぱり用語考え方が全然違うというので、非常に苦労したというの、苦労したというか分かってしまえば何だということだったんですが、その辺のやっぱり意思疎通というものがこういうプロジェクトになってくるとやっておかないといけないというのがよく分かりました。52年10月に RJ のテストをやって、53年7月に NBT というのはこれ TSS のことです。で NBT って言わないで最初はテルネットと言ったんですが、テルネット社というのができて、その会社の、アメリカでできまして、その会社のなんか製品名みたいな感じがするから、NBT という名前を変えた。で56年、だから最初の計画からもう十何年経ってやっと
10年近くですから経って、M1 ネットワークの正式運用を行いました。で、その7つのセンターでできたわけなんですが、7センターでコンピュータネットワーク研究会を発足して東北大の坂田先生が主催になりましたが、何をしたかというと、やっぱり N1 というのは我々の大学で決めたものですから、それのメンテナンスをしよう。そのメンテナンスの一番大きかったのは拡張 NVT といって、文字コードをトランスペアレントにするというのがありました。それは昭和61年の1月です。で、さらにそれが、大型計算機センターだけじゃなくて、情報処理センターといわれる、ところのコンピューターの必須機能にも、してもらい、3社、富士通、日立、NEC でマニュアルを作ってもらって、普及していただいて、普及にご協力いただいたということです。で、さらに嬉しかったのは IBM のマシンでも、インプルメントされたということで、我々も一応まともな製品を作れたのかなというふうに思っております。で、ところが、M1 ネットワークというのはコンピューターとコンピューターを結ぶ、高速回線で結ぶネットワークでして、基本はポイントポイントのでコンピューターを結ぶ。で、NTT と共同実験をして、 NTT をできるだけ網の中でいろんな接続が、多様な接続ができるようにということで、回線交換、パケット交換というような試験網を、どういう使えばどういうふうになるかというようなものを共同で研究しました。パケット交換は後に X.25 というもので実用化されていますが、我々はそういうもので使う、一応使い物になるというのを、実験でお手伝いできたと思っています。もう一度繰り返しますが、コンピューターとコンピューターを結ぶということでは、やっぱり限界があるというのが、この N1 ネットワークの、アキレス腱であります。ネットワークの話を、少し中断しまして、コンピューター汎用機の、汎用計算機の 歴史を少し、お話ししたいと思います。大型計算機センターの計算機はレンタルであった。それまでは買い取りのものが制度的にほとんどだったと思います。反対にレンタルにした限りには常に最良の状態を保つためにいろいろな、作業をしなければなりません。まず最初に計算機の動作状況の把握、処理効率の ネックを検視、調べる。そして改善法、ハード的、ソフト的な改善法を検討して、その改善を実際に実施するということであります。で、改善例としては、ハードの増強、いろいろありまして、一番よく手軽に行われたのが、出力の増設です。で、ディスクも足らなくなったら、ディスクというよりもドラムもあったんですが、いわゆる脱度関係を増やす。で、ハードの置き換えとしては、ドラムを高速ドラムに置き換えるというのを行って、対話型システムの性能が、レスポンス時間が非常に劇的に短縮されたという経験も持っております。それでもダメだったらリプレース、CPU を置き換える。その他の手段としてはソフトウェアのレベルアップやバージョンアップ、ソフトのレベルアップやバージョンアップ以上にも本質的に違うものに変えてしまう、ソフトの改定というものを行っています。その他にも改善例としてシステムだけじゃなくてセンター全体の運用を考えて、先ほど言いましたようなオープン入出力だとか省力化省エネ監視システムというようなものにて全体の運用をより円滑にするような、変更を加えてきました。
その中の一番印象に残っているのは2360から75へのリクエストです。区間期で処理能力は数倍、多分8倍、7倍から8倍ぐらいあったと思います。目玉としてはキャッシュメモリーです。当時はバッファーメモリーと呼んでましたが、はい、でこれのヒット率と処理速度をカーネルプログラムで測定しました。いかにキャッシュにヒットするかということが重要であるかということが非常に現実的によく分かりました。でキャッシュの有無と処理速度をパネルの操作によってキャッシュレスにしたりすることができるので、まあ、そういうので楽しい高級なおもちゃとして遊ばせてもらいました。本当にキャッシュの有効性がよく分かりました。それと同様に、23075には先行制御、いわゆる命令処理のパイプラインがありました。それをパネルで有効にしたり無効にしたりできる、あるいはワンステップずつマニュアルを実行することができるということで、本当にこの時代の計算機まで楽しい、非常に楽しいおもちゃでありました。計算室の外ではユーザーがまだ帰ってこないと言って一生懸命待ってるわけなんですが、まあ、誠に申し訳ないんですが、いろいろ遊ばせてもらいました。その次は2375からいわゆる IBM 互換機へのリプレースです。未だによくわからないんですが4バイト5ではない、ワードマーカーのないワードマシンみたいな感じでアドレッシングは A バイトだと、ワード、バイトマシンだということなんですが、非常に、まあ、一語の構成が異なる、不動小数2進数から16進数がある、まあ、命令コードは当然異なるということで非常に厄介な問題に出くわしたわけです。でさらに厄介なのは先ほども言いましたようにアメリカで使われているものは、人は人件費が安いですからできるだけ人間がやれということなんですが、日本はそういうわけにいきませんので、いかに無人化省力化して実現するかということで非常に問題があったこと、それから我々が作ったデマネットワークのような新しい機能をどうやって吸収していくかということが結構難しいことでした。まあ、そういう難しいことはさておきまして、この時代の一番良かったのはどういうことかというと、利用者にリプレイスを感じさせない、まあ速度が計算速度が速くなるという実感は持ってもらいたいんですが、それ以外はいつシステムがどう変わったかということをあまり感じさせないでリプレイスをどんどんしていくということに、なっていました。51年9月に L119 を行って、52年1月にそれを正式運用して、2年後には M200 に変えて、しかも通知 CPU に変えて16MB。これで一応 M シリーズの限界です。24ビットアドレッシングで、アドレスできるのは16MB までですから、これがまあ一応システムとしては限界です。で、それは処理能力を増やすにはしょうがない CPU をどんどん増やして、2 CPU を倍にするのも 4CPU ですから、というようなことになっています。この辺ちょっと飛ばしまして、それが57人が8に変更になった。これで16メガバイトの壁を破りました。確か32か64メガバイトだったと思います。でそれを、1年も経たないうちに M200 の部分をまた380に変えた。こういうふうにどんどんいろんな、ハード、それからこういう周辺装置、日本語レーザービームプリンターのような、周辺装置、あるいは OS といったものをどんどん気軽に変えていけた時代でした。
この頃のエピソードとしてありますのは、涙なり混雑で、多分ここ今日来られている方も経験された方はあると思うんですが、乗務以来のために受付から非時刻のずっと前からカードデックを持って受付になる、そういう時代だったと思います。で、オープン入力、MCR でオープン入力にした後も、オープン入力のところが開くと同時に、カードケースを並べて、実際の運用開始まで待ったということを聞いてます。それから、PSS の方は朝早くから学校へ来まして、PSS サービスが開始になると、途端に電話のダイヤルを回し続ける。話し中なんで、何とかして人よりも早くというので、そういう接続をしたという話が、エピソードがあります。その時の、これカード、もう多分残ってないだろうなと思って、部屋の掃除をしてた時に出てきたカード、1枚です。0から9までの10箇所と、あと2箇所。穴を開けるポジションがあります。まあ昔の人にとっては非常に懐かしいカードです。で、IoT だけではとてもじゃないけど済まないということになって、ベクトル計算機の時代に入ります。ベクトル計算機の導入きっかけは、借用の増額なしでなぜ入ったのかというのはよくわかります。私が勝手に解釈しているのは、この頃ちょうどバークレーへ行く頃でして、バークレーへ行ってきますというご挨拶を言ったときに、このセンターはどうだねっていうのを言われて、先ほどのパワーポイントにもありましたように、しょっちゅうシステムが置き換わっているので、どん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 処理能力が増大されてますから、そんなに不満はなかったんですが、東京大学がスーパーコンピューターを導入するらしい。これは入ったらもう大変な能力で一桁違う。これで東京大も導入しなければ研究者の研究がレベルダウンになってしまうんじゃないかといういい加減な判断の推測のもとで言ってしまいました。そうするとこの1年後に帰ってきたら京大に借用の増額なしでスーパーコンピューターが入ることになりました。まあ私の言ったのが影響したのか、それは多分間違っていると思いますが、まあ、こういう時代に、計算需要がどん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 増えている時代にまだ一桁上のものも使えると、それを使わなきゃならないというような時代であったわけです。で59年の4月には VP100 というスーパーコンピューターがあります。で、ものによってはフォートランジョブを再コンパイルするだけで10倍以上になりまして、これの利用の仕方が、オートセレクターを経由して 4800bps で汎用機に入って、ここでプログラムを作って、修正して、ジョブをこの素結合をしてある VP の方に渡すと出てくる。で、文字出力は NLP に出てくるし、画像出力はプリンタープロッターに出てくる。まあ、こういうふうになってたわけです。で、あくまでもユーザーからは、今までの汎用機がものすごい速くなっているように見えるようにということで、MVP、素結合システムというものを、作ってもらいました。その当時、見学者が多いので、見学者の人に、来てもらって、ただ単なるロッカーを見てもらってもしょうがないということで、こういう飾り窓をして、ボードがちゃんと見えるように、上と下と2箇所、協力を、メーカーの方に協力していただいて、こういうふうに、東大のものを預けております。まあ、一応、見学に来ていただいた方にこれを見せると、感激していただけるということで、我々としてはそれ以降大抵の計算機にこの飾り窓を作る
というのを言っておりました。VT のその、普及の仕方というのは非常に、スムーズで早いものでした。メインフレームとの親和性、自動ベクトル化コンパイラーの充実、高速大容量のベクトルエンサーを持っている、当然のことながら高速ベクトルエンサーができるということで、7つの大型センターに直ちに導入され、さらに岡山大学のような情報処理センターにもスパコンが入るようになりました。で、京大にも入った後、先ほどの汎用機と変わらないぐらい、いつもメモリーを増設したり、100から200にレベルアップしたり、新しく追加したり、需要にあったように、好き勝手にシステムを増やしてくれ。いうのをメーカーの方にお願いしていた時代であったと思います。それも63年ぐらいまででして、そこから先は、日米貿易摩擦で、5年拘束の、政府調達で、システムを入れるということになって、こういう平成3年の次は平成7年、これ4年しか経ってないんですが、実はそういう5年も使えないということで、5年目になる前にメーカーにご無理を言って1年短縮させてくださいというのを言って、4年ごとにこれが置き換わっているということで、こういうところがやっぱり一番苦しいのは、途中で少しの変更もできない、極端なことを言ったら OS のレベルアップもできない、というのが本当は一番苦しかったんですが、なんとなく変えたり認識をしていました。で、調達の時に一番困ったのは、センターはいろんなプログラムに対してオールマイティーでありたい、どんなプログラムが来てもそれを他の計算機より一番早く計算できるというマシンにしたいということを思ってたんですが、そういうことを言うと、このベンチマークはなぜ正しいんですかということを、メーカーの方から言う問われます。で、その時にも困り果ててたんですが、これは外国の、スーパーコンピューターを売っておられる方が、現在の計算機システムで計算している情報をもっと早い処理したいから、あるいはスループットを向上させたいからリプレースするんでしょう、うん、だから今の情報をちゃんと流せばいいじゃないですかというサジェッションをいただきました。そうか、我々は調達のためじゃなくて、なんか自分の研究のためにいいものを入れようと考えてるんじゃないかなということで、深く反省をしまして、それ以来ベンチマークの中にユーザーのプログラムというものをきちっと入れて評価するようにしました。だんだん時間がなくなってきましたので、クイーンズに関しましては、今日来ていただいております、長尾先生、同社先生、長谷川先生に引っ張っていってもらいました。私は、その後ろをただただついていっているだけでした。クイーンズのことはかなりの方がご存知だと思いますので、最初のクイーンズ1の構成は、デジタル交換機からなるスター型ランと、光ファイバーによる卵管接続。卵管接続といっても、現実的にはイーサーネットケーブルのブリッジです。それからキャンパス間通信ということを、僕の見ました。もう少し噛み砕いて言いますと、
情報コンセント間、電話と データ、いわゆる ISDN 化をしたいということが一つ、それからもう一つ、多機能電話機能を使いたい、それから発信、着信の自動化をしたいというわけです。一番その当時一番困ってたのは、5時で交換集がいなくなる。だから午後5時になったら京都大学の中のキャンパスの中は陸の孤島だった。家族が具合が悪いから早く帰ってこいという電話をかけられない。そういうこともあって、ディジタル交換機がちょうど ISDN 化された電話交換機が出るか出ないか、無理したら出るだろうということで、クイーンズ1の中に入れることになりました。で、このクイーンズの時の教えが非常に私にとって京都大学で働いたことの証となっているのではないかなと思っております。嘘をつかないことって言われました。最初は嘘をつくつもりではなくても、ちょっと無理な事柄にできますとかの中に会いに引き受けて、後になって OK な嘘をつくためになりますよと。だからきちっとできないことはできない、やりたくないことはやらないと言ってくださいと言いました。でその教えを守って、補正予算の時にループランの濃度を前倒しで入れられないかということを聞かれました。光ファイバーというものが1メートルも配線されていないのに、濃度だけ置いても全く意味がありませんと言って、リジェクトしてしまいました。それを快く分かったと言っていただいた先生には非常に感謝していますが、それのおかげでキャンパスネットワークの出来上がるのは、東北大学が短縮したために2年でできて第1号で、京大が第2号になるということになってしまいました。だけどこれは別に構わない、今でも思っております。立教を守ってよかったと思っております。で2番目は、クイーンズ計画で遠隔地を優遇すること。で6年の濃度一覧を見ると、吉田地区が50濃度で、それに対して宇治地区は22濃度です。平成3年には39と29という記録もあるらしい。ちょっとよくわかりません。だから熊取地区との間でも電話とデータ通信を可能とするようにしました。犬山地区はちょっと無理だったので、名古屋大学経由でやりまして、この各地をちゃんと見捨てないようにということを守れたと思っております。その時に私が作った各地の地図、その一覧です。いろんな要望で、あるいは総長からこういうところからガチャ容器が出てるんだけど、クイーンズではどうなってるんだねというのをよく問われたことがあります。でそういう時にこの一覧表を作ってて、ああどこどこにありますね、何人研究者がいますねというのが即答できて、非常に信頼してもらったと思っております。で、この辺からは言っていいのかどうかわからないんですが、会議の階層化は非効率であると。でスピード感を持ってプロジェクト計画を進めるためには、会議または委員会を必要以上に階層的に作らないこと、サブグループだとか、なんとかなんとか委員会とかいうものをやらないことということであります。したがって整備委員、クイーンズの場合は整備委員会と技術専門委員会が、まあ、ほぼあったわけだ、2つだったわけなんですが、いろんな場合もその2つという体制を崩さないようにして、個人的な WG をして資料作り、案作りをしてもらったことがありますが、技術専門委員会で技術に関することを全部決めて、それを整備委員会で、承認していただくということに徹したのは非常に
皆さんに信頼してもらったんじゃないかなと思っております。もう一つは概算要求は1回で取る。十分に練られて必要性の高い概算要求であれば、よくよく説明すれば必ず本省の方に理解されるはずだと。何でもできるというよりは、これができる、これがやりたいというような明確な要求を説明して、行ってくださいと。またそれに集中 しなさいというような、教えでありました。当時大型計算機センターは何年間もレンタル等の概算要求が出してるんだけれど通らなかったので、概算要求というのはなかなか通るものじゃないと思っていたので、こういう心持ちで1回で取るという心持ちでやらなきゃならないんだなということを、きつく、印象に残っております。それからもう一つ、クイーンズの時の教えの5番目で、計画の内容を1枚の絵で示す。これ描かれた絵を業者がきれいに静止した図なんですが、クイーンズ全体をどうなってるかっていうのを全部描いてやる。これは皆さんの CD の中に入ってますので、拡大して見ていただけると、この辺がアナログとデジタルの違いをきちっと描いてやる。これを言われた先生、もうすいません、大下先生なんですが、大下先生は坂井先生からこれを教わった、言われたと私は記憶しております。で、文部省へ行くと、ああいう図だけではバカなんて言われて、ポンチ絵を描けると言って書いたのがこの絵です。この辺に犬山のところに、ここにお猿さんがパソコンを触ってますが、まさか愛ちゃんがあんだけのことできるか知りませんで、まあお猿だったらできるかもしれないと思って描いた絵が、そのものになるとは知りませんでした。で、それを本当の要求の段階で何台ぐらいいるというのを描いたのがこの絵でありまして、その頃はこういう絵ばっかりを概算要求で描いていました。クイーンズ1の時には、合計4億4000万のお金で設備の方はできましたが、これにデジタル交換機と光ファイバーの付設費を足すと、多分7、8億ぐらいになったんじゃないかなと思っています。クイーンズの経過でちょっとちっちゃいですが、62年から平成2年までクイーンズ1で、それ以降どういう時代のことか、よく補正予算が組まれたり組まれて、それの機能、クイーンズの機能を充実することができました。平成7年にはクイーンズ2APM、 平成12年にはクイーンズ3というものができたのもほとんどラッキーというほかありませんが、クイーンズ1で、きちっとやってそれを使いこなしているということが認められたから、次々と展開していただけたんだと思っております。基本設計は最後に最終的に一人が責任を持って設計するというような気持ちでいました。で、クイーンズ2は私は石橋先生に託したつもりですし、クイーンズ3は岡部先生に託したつもりであります。で、いずれの場合も次の計画をきちっと立てておいていただいて、いつ何時予算が降って湧いてもすぐ実施できるようになっていたというのは、このクイーンズを担当して何回となく経験してきて身についたものだと思っております。クイーンズの推進役は総長、大型計算機センター長、技術専門委員長のほかに、事務長補佐、事務官、技官の人たちの協力があってできたものだと思っております。まあ、ここで残念なのは、ここに書いてある鈴木先生が今はおられないということが非常に悲しいことであります。で、一
一つだけこのインターネットで各総長は、まあ、長尾先生は当然専門ですから、言うまでもないことなんですが、西島先生も井村先生も随分、クイズに関して、理解していただきました。でこれはインターネットが出来上がった頃にインターネットテレビ中継というものでやったものでありまして、でその時に誰がどうつないでるとかいう情報まで入っている画面の写真であります。この時に井村先生にお願いしに行った時に、先生卒業式をお伝えしてくださいと言ったんですが、卒業式はやめてくれと、いつ何時ひどい目に遭うかわからないからあの頃は何か知りませんが、いつも何か変な人が出てくるのが卒業式の、なんか定例だったようにして、入学式にしてくれと言われて入学式をしたのを覚えております。これは、表彰状をもらったクイズが、情報科学館のところから表彰状をもらったということで、でこの辺で非常に懐かしい写真を、祝賀会、クイズの祝賀会の時の写真を見せたいと思います。これはもう今亡くなりました中村先生の写真です。でこれは図書館の課長さんのデータです。で戻ってこられて部長が参加されたと思います。記念式典では西島先生が話しておられて、長尾先生が、報告というかどういうものを作りましたということを説明されているんだと思いますが、ちょっと私こう横からだと見にくいんですが、この辺にこれ歴史の顔があります。これが西田達夫先生、これ坂井先生、これ丹羽先生、西原先生ですか。これが林良平先生、これが富士通の山本さん。でこの下の方で同社先生と長谷川先生がおられて、これが法学部の北川先生。この写真が一番いいなと思ってまして、長尾先生と西原先生が笑っておられて、画面を見ておられるんですが、ここに、これは日高先生。このクイズの最初、元となった委員会を組織された、これが林良平先生です。これがクイズの第一の、一起動させたというか、クイズをやろうと言われました西原先生です。ここに丹羽先生がいます。これは事務の、事務長と事務長が書の係長、前の事務長というふうなして、でここの下は、電話機を新しいデジタル交換機を入れるのに一生懸命我々がなっているのを、ここで作ってた施設部の方々であります。これもそうです。で他のところに私は写ってませんでしたので、この写真を私を見せるだけでやりました。ここに清野先生がおります。でその時に作ったパンフレットがこれです。お時間もなくなってきましたので、すっ飛んで飛ばしていきたいと思います。まあ、利用負担金というものを考えるってきたんですが、まあ皆さんとはあまり関係ないことだと思いますので、センターの運営にとっては大事なことなんですが、省略させていただきます。
もう一つのあれでホームページ、教大広報編集委員会にこの頃でもまだ原稿に書いて間違いがあるんですが、A4 版と書いてあったんで、これは A4 版の間違いでしょうって言ったんです。だからこの編集委員会に入れられちゃった。で、一点びっくりしたのは、1号を出す度ごとに、だから月に1回3時間以上の編集会議があって、そうそうたるメンバーが来て、非常に許されたということです。これは私が指摘したんじゃなくて、実は私もある先生から、私がこう書いてたのを間違いですよって諭されたのが、今でも頭から離れないので、一度も見たら、ああまた間違ってるな、私と同じような人がいてるなと思い出しました。まあこの頃でも いい加減なことで、一生懸命というのはこう出てなかったら、私たちの中学の時は罰だったんですが、もうほとんどこれになっちゃった。で、1ヶ月が時々1ヶ月も書くんですが、この K と書くのは花月のカーというのを、この竹がんぶりのところだけ書いているというのが正解らしくて、カタカナのカーを書くのはちょっとおかしい。だからこの頃名誉教授も結構、亡くなる、あるいは現役の結構の頃は教授も亡くなるんですが、その言葉を書いてあるところに、去年 何十何歳って書いてあるのがほとんど、ほとんど以下この頃になっています。これは本当は最後つけるではないとか、もういろいろすごいメンバーが編集委員会になっていました。そこで立ち寄りできるわけではありませんので、私は時間の赤坂君を手伝って巨大なホームページを作ろうということで、最初に作ったのは100周年の公金のパンフレット、パンフレットのページです。これはもう記録がある。暫定ページが今から次見せるものです。これが兄弟の最初の頃の暫定のページ。大型計算機センターの。同じ人が作ったので同じようなことになって。それから、このホームページで専門委員会の委員長もさせてもらったので、その時に部局研究者のリポジトリを作ろうとして、かなりの部局のものまで作ったんですが、いざ、公開しようというときに横やりを食らって挫折しました。まあ、京都大学はこの頃よく言うんですが、大学院大学になるときにみんなが同時に大学院研究科を作るんじゃなくて、少しずつずれてもいいというふうに許されるようになったという、これは京大にとって大きな進歩だということを聞いてたものですから、できたところから行けばいいんじゃないですか、データのところから行けばいいんじゃないですかと、ずいぶん粘ったんですが、結局は無理でした。この点だけがちょっと残念で、今までクイーンズにしろ、センターの VP にしろ、前へ行くことしか覚えてませんでしたので、引き下がるということをあんまり覚えてませんでしたので、非常に残念に思っていることの一つです。このカラーもないんですが、これがしばらく長い間ホームページを京大のトップページにしてあります。でその時に京都の京都産業情報センターからインターネット利用研究会というのがあって、ご協力をと言われたんで、その時に利用研究会を作った時のホームページです。さすがプロが作るのは、先ほどの赤坂君には悪いんですが、違うなということになります。そこで私の研究室のあと3日ほどあるホームページのトップページなんですが、こういうページを作ってもらいました。で、同じページなんですが、その時の出るタイミングによって青色になったり、こういう
カーキ色になったりということになります。こういう遊びも遊び心も、ホームページができて嬉しかったと思います。その他コンピューターネットワーク研究会でセキュリティポリシーを作ったとか、あるいはメールのサービスをずっとやってきたとか、特にビットネットに関しては、IBM のご協力を随分、いただいたということを、そういうことも経験してきたんですが、ちょっと90分では述べられませんでした。それからさらに大事なシステム科学の応用情報学講座を担当させていただいたんですが、それに関しましては何一つ述べることができませんで、まとめに申し訳ないと思っています。一言だけ言わせていただければ、兼任であるということにもかかわらず、全く同等に扱ってもらったということが、非常に嬉しく思っております。今後とも、応援情報学講座に関しても、温かい目で見ていただけたら嬉しいと思います。ちょっと時間を越してしまいましたので、多分、質疑応答なくて、最後にパーティーの後で言うと暗い話に取られがちなので、最後にお話をしたいことは、私の金沢系の、お寺は、禅宗の曹洞宗の永平寺派であります。そこの監修さんが去年1月に亡くなられた、108歳で亡くなられました。昔、西宮に住んでおる家が、実家があった頃、法事にはその監修さんが来ていただきました。監修になってから来られたんじゃなくて、監修になる前に我々のお寺の住職をしておられたわけです。とにかく修行がすごいということで館長さんにまで追い詰められた。お話というのはかなわないということで館長になられたそうです。その人と話をした時のことだと思うんですが、人間死ぬ時は自分の体に感謝して死になさいと、どうも長い間ありがとうございましたと言って去り行くのが人間として、人間の魂を持つ者として、重要なことであるというお説教をされたことを覚えています。今ここに私は、定年退官、定年退職ということで京都大学を去りますが、先ほどの同じ気持ちで京都大学にお礼を言って私の講演を終わります。